行くぞ。どうぞよろしくお願いします。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。際どかったですよね。はい、インコースわずかに外れてボール、ボール先行です。打ちました。ショートうまくさばいてアウト、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている吉田。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー石川、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。ナイスボールですね。はい、変化球が決まっています。打った、高く上がった、右中間を深々と破るヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席にはバースが入ります。さあ、一打先制のチャンス、早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。なるほど、そうですよね。打った、高く上がった、頭上踏ん、入った、ホームラン。改めてお聞きしますが、バッターの長嶋、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来は一発を狙うホームランバッターですよね。なるほど、ライト方、一二塁間を破る、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス、ビシエド、ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケースは多いんですけどね。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、打ちました。アウト、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そして一郎が打席に入ります。まずは追いつくためにも、この先頭バッターを出していきたいところです。ファールボールです。低めの球、これは外れます。内へ低めに変化しました。またファウル。ボールカウントは2ボール2ストライクです。インサイド落ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですから、いいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。打ちました。ショート取った。セカンドフォースアウト。バッターは3番の柳田。ホークス、ダブルプレーでランナーなくなりました。最初は変化球できました。低め、これは外れます。ボール先行です。次が3球目。インサイド落ちました。ファウルになります。ボールになります。打ちました。セカンドが取った。一塁アウト、スリーアウトです。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、打順は6番柳田。ジャイアンツリードで迎える最終回です。2球目は何で来るか。インコース決めました。3球目打ちました。1塁線落ちてフェア。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球空振りです。
まあ今のはよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。ただここは打席にいいバッターがいるんで、走るのは控えるかもしれませんね。ああなるほど。さあ6球目は何か。いやー際どかったんでよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。スリーボール。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている古田。ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の村上。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、しっかりつないでここでさらに点差を広げておきたいですよね。そうですよね。ここは確実につないでいきたいところ。いいまっすぐですよね。はい、ストレートが決まっています。あっという間に2ストライクで打ちました。これはセカンドライナー。バッターは9番に入っている浅村。2アウトになっています。さあまず1球目、初球ボール。ここは盗塁するならキャッチャーの肩を計算しないといけませんね。そうですね。3球目は何で来るか。おお、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。2番バッター吉田。前の打席はツーベースでしたからね。初球打ち、打った瞬間入った。最初は変化球できました、ストライクです。打った、これもいったか。ライトの際、判定はファウル。よく打ちましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸び、入った。おー、さすがクリーンナップという一発でした。バッターは4番長嶋。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日はインサイド落ちました。ヒットになりました。ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー1塁。5番バッタービシエド。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを1塁に置いています。ピッチャーちょっと疲れが見えます。追っつけて打ちました。フェアかファールか。1塁線落ちてフェア。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。バッターは6番柳田。大きくリードしてますけど、手を緩めずどんどん攻めたいですね。ホークスピッチャーが変わります。マウンドまず最初のボールを決めていきました。ストレート打った、ファーストが抑えた。そのまま一塁に入ってスリーアウト。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。バッターはバース。ジャイアンツ大きく点差をつけて最終回を迎えています。さあ里崎さん、この後のピッチングどのようなところに注目しましょう。まあそうですよね、攻撃陣が点差を広げてくれてますからね。とにかく点をやらない。インサイド落ちました。大きな打球になった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは5番落合。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打の掛布。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。アウトローの変化球、キレがあります。惜しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。バッター1・2塁間を破る。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー2塁1塁。
打席には6番バッター村上。まあここは点差もあるんで失点よりもアウトを増やすことを考えればいいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。もう一回インローに持ってきました。見送っています。ボール、打った、ライナー抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁一塁、バッターは7番吉田。ちょっと粘られてますけどしっかり締めて終わりたいですよね。はい、さあ最終回しっかり締めてほしいところ、どういうピッチングになるのでしょうか。よどい球、わずかに外れています。ファウルです。この球は見送ります。これで3ボール。牽制、二塁タッチもセーフ。セカンド、ワンバウンドヒットになった。ボールは中継、セカンドランナーホーム。バッターボックス小野崎。バッターボックスには代打のローズ。里崎さん、ここで変えてきました。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね、さあここをしのいでいけるかどうか。初球ボール、これが2球目。膝元へ曲げてきましたが外れます。これが3球目。左中間へ持っていった、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰って、バッターは9番に入っている古田。バッターボックスには代打の高橋。これではバットが出ません。ストライクです。このスライダーは外れます。ここは見ます。ストライクを取ってこれで追い込んだ。決まりました。見逃し三振です。変化球打った、抑えた、アウト。これで3アウト、試合終了です。試合を制したのは読売ジャイアンツです。